この国で一番美しいのは私に決まってますわ。ってちょっと、見ていたんなら黙っていないで何か声をかけてよね。恥ずかしいじゃない。今度近所の幼稚園で妖精の国の劇をやることになったの。私の役は妖精のメイドさん。姉妹のお姫様たちに海外しく使える役よ。え？そんな役のセリフとは思えなかったですって？違うの。さっきのはメイドさんじゃなくて妖精の女王役のセリフなのよ。さっき花代がどうしてもうまくできないから教えてほしいって言いに来たから教えてあげたの。けれどどうして私に聞きに来たのかしら。脚本を書いたのは海と小鳥なんだから、わざわざメイド役の私に聞きに来る必要なんてないわよね。エリちゃんが一番うまくできそうだからなんて言ってたけど、一体どういうことだったのかしら。